Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、Tomo です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、妻の退院のご報告の動画となります。僕の妻、そしてまた、僕だったり子供たちだったりをですね、覚えて、お祈りいただいてくださっている方、本当にありがとうございます。今週ですね、火曜日だったと思うんですが、火曜日にですね、退院無事しまして、今日これ撮影日がですね、土曜日の朝なんですけど、だいたい3、4日ぐらいですね、家で静養しているっていうような状態なんですね。なので、無事ですね、退院できたこと、本当に僕もすごく嬉しく思っていますし、ただですね、痛みがですね、やはりすごく強いということなんですね。乳がん、特にその、リンパ腺 の、 覚醒術というんですかね、そういうリンパ腺にも転移があったので、その覚醒術っていうその術をして、その転移があったそのリンパ腺も取るっていうのをですね、手術も合わせて、そのがんのちぶさのですね、父のそこのがん細胞プラスそのリンパ腺の部分も切除したっていう手術をしたので、その後ですね、一度また、先生にお話を聞いたんですけど、基本的にはそのチープさの痛みというのはそんなにそれほどではないんだけど、リンパ腺の転移があって覚醒術を行った場合には、やはりその痛みというのがすごくひどいというのはあるわけなんですね。で、そのレベルがいろいろあって、レベル1、レベル2、レベル3というですね、がん の、 そのステージはまだ異なるんですけど、リンパ腺 の、 その転移の範囲とかによってレベルが分かれていて、妻の場合はレベル2でですね、かなり、昨日先生のお話聞いたら、全部で何個あるのかわからないんですけど、そのリンパ腺何個通ったんですかっていう話を聞いたら、20個ぐらい通ったということを聞きました。で、その20個通って、じゃあレベルはどれぐらいなんですかって言ったら、レベル2だと、2まで通ったということで、普通のですね、その乳がんの手術よりもやっぱりその痛みがすごく激しいということで、本当に妻もですね、そういう覚醒術もやったの で、 やっぱりその数も多いんですね、リンパ腺を取ったっていうその数も多いなって思ったので、それもあるんですけど、やっぱり痛みがすごくひどくてですね、ここを帰ってきてから、当日からやっぱり痛みが全然止まらなくて、入院中もそうだったんですけど、痛み止めをずっとこう飲んでいるような感じなんですね。痛み止め飲んでも効かないからもっと飲むみたいなんですね。それほど痛みがすごいみたいなんですね。やっぱり見てる、そばで見てるだけでも辛いんですけど、一番辛いのは妻なので、そこをこうしっかり寄り添ってサポートしてあげたいなと思ってるところです。はい、痛みのコントロールは、しばらく続くみたいで、ご存知かもしれないんですけど、あなたはですね、このリンパ腺覚醒術っていうのをやると、大体多分人によってはなんですが、数ヶ月ぐらいずっと痛みが続く人もいれば、数年というスパンで痛みがずっと消えない人もいるということで、その手術をしたことによってその可動範囲も狭くなるっていうことも一つなんですけど、それ以上にこうやっぱり痛みが強いっていうのが一番の辛いところですね。なので今は痛みとこう耐えながら、静養して、で家に着いてですね、すごい長時間のドライブだったんですけど、家着いて、で、子供にこう再会する瞬間、がすごく言葉でしかこう伝えられなくて、申し訳ないんですけど、やっぱりすごい感動的でしたね。家帰ってこう玄関開けて、ただいまって言って、すごい夜10時半ぐらいだったかな、すごい遅かったんですけど、子供たちがね、まだ起きてて、で最初下の子かなが来て、ママって言って、次の子が来て、ママって言って、でこうハグをして抱き合ってですね、そういう瞬間をこう目の当たりにして、ああ本当に良かったなと神様に感謝をしたんですね。とりあえずそのいろんなプロセスが、これからまだ抗がん剤治療とか、そしてその後放射線治療とか、まだまだ1年弱ですね、これからずっと続く治療があって、
もっともっと辛い状況になる時もあるかとは思うんですけど、確実にですね、でもそのプロセスの一つとして一つの区切りというかですね、手術をして一番悪いその元凶であるそのがん細胞を元々取ったということで、そしてまだ痛みがすごいあるにしろ2週間というその入院を経てですね、退院できて、本当に一番は家族との再会ですね、愛する子供娘たちとの再会ができて、今僕自身もですね、他の動画でもお伝えしてるんですけど、2週間入院中面会が禁止だったので、一瞬たりともこう物理的に会えてないわけなんですね。ビデオ動画とかは毎日したりとか電話もしてたんですけど、なのでその再会の喜びがすごく嬉しかったですね。なのでちょっと疲れた体ですが、こう少しずつですね、こう慣れるために少しずつこう歩いたりとか、家のことをしたりとか、まあ外に行ってですね、ご飯を一緒に食べたりとかを最近している毎日なんですね。これから本当にもっともっと長い、さっき言ったんですが、治療が始まるので、それまで心の準備、心だけじゃなくていろんなその物事の準備とかですねが必要なので、また一つに、ぜひですね、もしよろしければ、妻のことだったりとか僕ら家族のことを覚えてお祈りいただけるとすごく嬉しいです。一番の今の課題は不安ですかね、不安、僕自身の不安もそうだし、今その家族4人で生活をしていて、そして、一時的にこういう状況なんで、妻のお母さんがですね、一緒に住んでくださっていて、すごく助かっていて、本当に感謝をしてるんですけど、その人5人っていう中で、お母さんもすぐ帰っちゃうってことがあったりとか、その妻の姉妹がですね、これもありがたいことに、また一時的にですね、日本に来て、少しそういうサポートしてくださるっていう予定があるんですね。そういう中で、本当に妻も働けない状態が、長い、働くことはできる時もあるかと思うんですけど、やっぱり辛いと思うので、そういう中で、自分だけがこう、大黒柱となって働くっていう中で、すごく、経済的な負担だったりとか責任だったりとかプレッシャー、もあるし、その妻のですね、物理的なケアだったりとか、病院行くのも付き添いするんで、その間は全く仕事ができなかったりとか育児もあるし、そしてまた、今4人なんですけど、その助け手があるイコールやっぱりその分のその生活も増えるんで、そういった負担だったりとか、ちょっと自身のですね、ちょっと他の動画でも言ったんですけど、足がですね少し痛くて不調があってですね、そういった自分自身のその健康の問題とか、なんかいろんなそのマーチャルレイヤーペインズというのですね、いろんなその痛みがあって、すごく今辛い状況なので、これは僕自身の話なんですけど、ぜひですね、もしよろしければ、妻とですね、僕そして子供たち家族のことをこう覚えてですね、お祈りいただけるとすごく嬉しいです、特にですね、同じ状況に過去にですねおられた方、が乳がんに限らず、がんに戦って来られた方、あるいは近しい方でそういう方がおられて、家族としてあるいは友人としてこうサポートされてきて、どういうことがこう辛くて、そしてどういうことが助かったかとかですね、ぜひよろしければそういうことをコメントとかでいただけると、あるいはメッセージでもいいのでいただけるとすごく嬉しいので、